おはようございます。12月の仲間に入って、周期会としては少し遅くなってしまいました。8月から4ヶ月のところになります。1年のテーマを、1つのテーマを今年挙げて、4つのそのうちの3つ目に来ました。かなりレベルアップしていきたいところでございます。今日もですね、今日も、夜の分まで進みますと、およそ、13時間楽しんでいただきたいと思います。皆さん体調はよろしいでしょうか。はい、勉強会という名前を取ってます。別に研究するわけではない、勉強する会です。しかし聞いて帰る会ではありません。自分たちが考える会にして、そして、自分が成長する、それから、友達を作るという会でありたいと考えています。そして、一部オブザーバーの方にも入っています。オブザーバーの方は発言権はないですので、完全な兆候となりますが、お許しをください。それ以外の方々は、ぜひ発言を許しておいてください。発言といっても勉強だからですね、そろそろですね、レベルが上がって何度か参加してくれてる人は分かると思うんですけど、わざと間違えるとかね、そこ行動テクニックでしょ。これ言ったら受けるかなとか、ここで間違えると次にこの回答が引き出されるよねとか、対立概念はこれだよねとか、いうふうに考えられるのが深い思考なんですよ。正解言ってるっていうのはね、最も頭が薄い人なんです。正解出すなんていうことを目指してるようではダメなんです。わざと違うこと、わざと違うことっていうことは、その対立概念が分かってるそれからもう一つ、人に何かが分かってもらえるように話す。伝えたいんじゃないんです。その人が求めるものを出す。ということは、こちらの引き出しがその人より広いということです。一方的に話すのではないんですね。あ、この人きっとこの情報を求めてるなとか、あ、この人ここで論理が飛んでるなということを気づいて、その間の論理をさりげなく埋めてあげるんです。そうすると論理がつながるでしょ。そうするとその人が、ああなるほどって思えるんです、ね。そのような会にしたいなと考えています。それから最近僕特によく考えるんですけど、こうフェイス2フェイスコミュニケーションがだんだん少なくなった時代じゃないですか。そのためにフェイスが下手だよねっていう、コミュニケートしてるようで実はコミュニケートできていない。すごく簡単に言うと、人の顔を見て話せるか否か、人の顔を見て話せるか、その次、人の顔を見て話してるときにその人に嫌がられないか、そういうことに気をつけ、そこまで気をつけて情報を扱うね、ということをしてみたいと思います。というのはですね、参加者からの要望もありまして、僕のレクチャーよりも、演習の方が面白いということで、で、今日3回目ですので、今日僕のレクチャーは午前中だけです。1時間だけです。はい。その後、今日は演習2個入るんですよね。ね。1つ目が宿題。ね、宿題をやってきたもののエビデンステーブルをまとめて作って、そしてグループでやって、それをグループ発表してもらう、ね、はい、でそれが演習1です。演習2、今度は、指定論文、確か4つかな、ね、くくられてますね、はい、でその指定論文を読んで、そしてみんなでまとめていく、ね、でこの指定論文に関しては深く深読みまであらかじめしてあることを望んでいません、はい、だから直前に流したんです ね、でなのでむしろこの場でここ何書いてあるのってどうなってるの、しばらく読ん でそしてできるだけ早く読むことですよ ね、文章を早く読むってとても大切なことですね。しかしそれを軽く読むというのではないんですね。そうではなくて、必要なところを読み取り、不必要なところを捨てるという、ね、これを早くやる、そのトレーニングになると思います。はい、で、その発表をして終わる。ね、で、その後、30分置いて、忘年会に突入します。ね、はい、大忘年会やりますので、ぜひ。
参加をよろしくお願いいたします。はい、あ、大切なことはこちらで話です。表と裏というか、なんかね、体裁と本音というか。ということで、入り口は、レクチャーです。はい、それから1枚だけ、僕の宣伝させてください。ですね、NHK の、BS に12月28日の、どうだったかな、午後10時0分に登場します。はい、90分間の、番組です。フランケンシュタインの、誘惑というご存知の方もいると思いますが、これかなり人気番組で、科学の闇を探るという、ドキュメンタリー番組ですね。科学というのは必ずしも表のきらびやかで、そして希望に満ちた世界だけではない。ドロドロした裏のやばい世界もあると。それがもうなんかこう紙一重ぐらいのところにあるということを史実に基づいて見せてくれるという番組です。で常にいつも、テーマが一つ選ばれて、そのテーマに関連するサイエンティスト、科学者がコメンテーターとしてつきます。そういうふうに流れています。今年一つ、ビタミン B1 欠乏の関係の時に僕が出させてもらって、コメンテーターを務めました。で、年末スペシャルです。年末スペシャルはですね、今までに流されたもののいくつかを選んで、そして、複数の科学者が集まって自由討論するという形式で、通常よりも30分長く90分です。科学史に埋もれた闇の事件に光を当てる知的エンターテインメント、フランケンシュタインの誘惑拡大スペシャル第2弾。第2弾というのは去年 の、 確か同日ぐらい にやってるんです。1回目を。で、今回も第一線で活躍する現役の科学者が分野を超えて集結。知性とは、感情とは、感情は何だろう、ね、科学がユートピアを想像できるのか、科学が強大な権力と結びついた時に何が起こるのか、これすごく重要な問題だと思うんです。今特に、昔からもそうですけど今特に、はい、で番組で取り上げてきた驚愕の科学史の事件をもとに徹底的に語り合い、科学の正体に迫る驚きと発見に満ちた90分というのが、NHK が流した予告でございます。はい、というわけで、ぜひご覧いただければと思いますし、お友達にどうぞ情報を流してください。というのは真面目なテレビ館番組で減ってると思わない？すごくお金かかるんだよね。でも真面目なテレビ番組をもっと増やしてもらいたいんですよ。で、真面目って面白くないんだって。面白くて真面目っていうね。はい、これ見てるとですね、もう怖くなる史実が出てきます。そんな番組って今なかなかないなと。はい、というわけでスタッフもですね、とても優秀な方々でですね、どうやって作られていくのかというようなもの、これどうやって作ったのかなとか考えながら見て、さらに面白いですね。はい、そういう見方もしていただければと思います。この1年間 に流れたいくつかを取り上げて、90分やりますので、ダイジェスト版としても楽しみがあると思います。はい、以上、宣伝でございます。はい、では今日はですね、そうだ、今日初めての人手挙げてくれる1、2、3、4、ありがとうございます。はい、4人ですね。初めての人、今年は統一テーマでシステマティックレビューをやっています。したがって、1、2を春、夏、経て秋という形式になっています。ですので、午後のグループワークの時はグループでやりますのでね、ぜひみんなにこう手伝ってもらったりとか ねして、それから春、夏出てきた人はどうぞサポートをしてあげてください。よろしくお願いします。はい、それから遠くから来た人から北海道いる？あ、いるわ。はい、北海道どこから？どこから？札幌が近いわ。はい、じゃあ九州、沖縄もいるわ。はい、福岡ですね、近いわ。そんなことはないですね。はい、というわけで前後からおいでであります。交通費すごいかかってるのでね、その分もちゃんと持って帰ってくださいね。はい、それから近場の方でもですね、
実は関東圏って広くって札幌から来るより関東の端の方から来るのが時間がかかるんだよね。ね、うん、それ僕よく知ってますので、決して、北海道だから遠いと、もう遠いですけど、あ、皆さんそれだけ一生懸命に来てくれてるので、いろんなものを持って帰ってください。はい、で、今日の目的はこれ作るですね。今日エビデンステープの作り方を実習するという、ところです。はい、で春夏と来た人はエビデンステーブルというものをなんとなくはもう分かっていると思います。はい、もう一つ簡単に、ごく簡単に復習すると、はい、縦、行が論文ですね。行が論文ですね。で、列が論文の中のコンテンツですね、内容ですね。ただこれだけの行なんです。ただの行なんです、はい、けれども、この作るのが難しいのはやっぱりこの列に何を入れるかは論、その研究の分野によって異なりますよね。ね、ここは難しいね。だからやっぱりこの行のいくつかの論文を読んでみないと列は作れない ね。で、いくつか読んで列を作って増やしていって、またここを修正してというような作業が入らざるを得ないということになります。はい、今日の午後の演習のところではそういうところがディスカッションポイントの一つになるかなと考えます。はい、それから、できるだけこう統一した形で書きたいよね。後で見て比べることができるですね。それから客観的に読めるですね。はい、で、書いてなかったら書いてないというふうに書いておきましょうね。記述なしと書いておきましょう。そんなところかな。あ、そうだね。これは何度も強調してますけどね。とにかく方法が大切だよね。ね、対象、どんな人たちですよね。それからどんなふうに測ったかですよね。ね、もう結果こうなきゃって感じね。ね、ね、結果こうなきゃ。で、最終的に。で、これはまあ、パワーポイントに1枚収めるためにギュッと書いてありますけど、実際に皆さんが作るエビデンステーブルは、パワーポイントに入らないぐらいに、ぐちゃぐちゃぐちゃっと切りますよね。特に横長いね。横長いね。というわけで、本当はこんなに簡単なもんじゃないからね。本当にこんなことになるんで、ずっと長くならざるを得ないので、はい、作ってください。でも、だからといって、ただ、大きいのよいものではありません。後見て分からなかった意味がないわけですね。はい、だって、この後する場合は、皆さんお手元資料ありません。流してみるだけです。はい、やっぱりね、論文をたくさん読む、集める、読む、整理する、ね、非常に大切なことです。皆さん、ちゃんと論文の整理はされていてくれますか。はい、そしてですね、どうも僕たちは事実を飛び越えて、一回信じ込んでしまうと、その信じ込んでしまったのを修正するのは極めて人間は難しいようですね。はい、これ、あちこちで僕見せてて、ご存知、ほとんど全員がご存知だと思いますけれど、職員接種の年次推移、ね、国民健康調査、それが24時間蓄尿法、ね、トレンドが違うというのが見えます、ね。はい、論文を読んでたら赤線分かるんだけど、論文読んでないと赤線分からない、うん、ね、教科書だけだと青だけ出てくる、ね、だけどどっちが正しいって今度は食事アセスメント法の教科書を読んだら赤が正しいって書いてある、うん、こんな風にやはり学部を卒業した後の人間、現場で働いてるとか院にいたとかいう人間はやっぱり赤だよね。ね、赤もしっかり読むということが必要になります。じゃあ赤をしっかり読むと何ができるかというと、こんなことができるわけですね。これは今から今まで半世紀50年間にわたって違う60年間にわたって日本でなされた24時間蓄尿の論文を1枚の図にまとめたわけです。24時間蓄尿がされた論文を全部集めて、そして使える論文を厳選して、ね、ここでやってる今日は一つの論文ですけど、はい、厳選してさらにその読んで、でまとめたものですね。はい、ここは結果だけ書いてあるといます。というのは方法でクリアしたものだけ、良かったものだけですよね。はい、そうすると1950年代にこれだけ論文が出てて、こんな風な、これここが15グラムなんだね。ということはこの時すごいよね。16グラムから20数グラム食べていたことがわかります。食塩。ね。これ今食べようと思ったら僕たち多分食べられないよね、小学生。ね。はい。
で、そして1980年がこれぐらいで、大体10グラムと15グラムの間です。はい、で、徐々に下がってきているようには見えますが、対象年齢が違うとか、測定場所が違うとかいうことは、このエビデンステーブルを見ると分かるわけですよね。ね、ですから、皆さんとしては、これを見て、あ、少しずつ下がってきてるって言ってしまう頭じゃダメなんだよね。ね、ひょっとしたら、こっちとこっちで測定した地域が違うんじゃないかとか、こっちとこっちで、こっちが男でこっちが女が比率が多かったらどうなるんですかとか、いうことを聞いてもらいたいんだよね。ね、はい、そしてそれをクリアしたものが、今度はここに線引いてみて、回帰直線だよね。回帰直線は下がっているのかどうかという統計学的決定をやるわけですよね。はい、この論文は当然やってありまして、はい、やってありまして、下がってない、下がっているとは言い切れないという結論でした。したがって、1980年から2010年かけて日本人の食塩摂取は減っているというわけにはいかないというのが結論です。で、それをその減っているわけにいかないというのを知って、それを記憶しちゃダメなんだよね。そうじゃなくって、あ、こんな風に60年間の論文をまとめることに意味があるんだということに気づいてほしいんだよね。誰かがこれやってくれたらね、すごく助かるでしょ、ね、それからもう一つですよね、60年後に使える論文を1個書いて死のうと思いたいよね。ああ、みんながそういう気持ちになればすごく知的財産増えるんだよね。この論文が役に立ったのは60年後なわけですよ。すごいことだよ ね、 本当にこの人たちに感謝でしょ、ね、そういう、それが科学の仕事だよ ね、 それからもう一つこれを読んで驚愕の事実が分かりましたね、はい、ここに十数年の論文のない暗黒の時代が日本にあったということです。きれいに抜けてるでしょ、ここ、うん、これね、ここだけ集めなかったんじゃないんです。集めたんだけど、ここに論文がなかったんです。きれいになかったんです。いや、実はあったんです。あったんです。けれども、今日皆さんがやってもらう作業のような作業をした結果、この表、この図に載せるわけにはいかないよねってなったわけです。要するに除外基準に引っかかっちゃったわけですね。24時間治療やったとは書いてあるんです。でもそれが、ここに載せていいほど信頼できるか否か分かんない。え、どこで測ったの。いや、分からん。それ男が何人、女が何人。いや、分からん。載せますか。載せられないでしょ、うん、だから載せない。そうするとここはきれいになくなった。ところが恐ろしいことにここが家庭用冷蔵庫が普及した時代です。この10年間、はい、ここで日本の家庭8割に冷蔵庫が備え付けられました。8割です、8割。ということはここはもう1割しか冷蔵庫がない。ここはもう9割以上冷蔵庫がある。で、冷蔵庫のあるなしで、で、塩蔵の必要不必要がきれいに変わるでしょ、ね、つまりこここそ論文が必要だったんだよね。もしもこの時にすごくみんながこういう栄養の疫学がこの50年前にあったらね、あったら僕たちはこういうデザインを組んだんじゃないでしょうか。あれ、最近なんかあちこちで冷蔵庫売れてるぜ。ということは冷蔵庫が売れる前のバイスラインデータを取っておこうと、うん、そして冷蔵庫が売れていくにつれて食塩摂取がどう変わっていくか10年プロジェクトで見ようじゃないか、うんうん、これがね、科学者が本来考えることなんです、ね、冷蔵庫売れてきたっていう売れ始めを見てやるわけですね。売れてからやっちゃダメなんですよ、ね、これ売れた後も5年間ぐらい飲むなんですよね。ということはこういうことが分かります。食塩という問題と冷蔵庫売れるという事実がどうも頭の中で融合していなかったことがね。ところが論文を繰り返して読むとですね、この頃ですね、ちゃんとその事実というかその可能性についてで文章として書いておられる研究者がいます。すごいです。ただ残念ながらそれがその後全国にその考えが普及していない。なんとその考えは世界に普及した当時の弘前大学医学部の衛生学教授の佐々木先生と僕と偶然に同じ名字なんですけど、親族ではないんですけどね、うん、だったらもっと嬉しいんだけど、ね、
その方が書いた論文は世界的に高く評価されています。日本の資料の佐々木というふうに世界の当時循環器疫学者が知ってた。で、僕は留学中、僕の名前の佐々木って分かると、君はあの佐々木の親戚か息子かって言われる。残念ながら息子ではない。でもあの先生は偉いと僕は思う、そんな人素晴らしいなと思います、ね。で、そして野々村君はやっぱりここに欲しかったね、はい。というわけで、はい、それから僕たちは未来どうしたらいいかなって考えるんですね。というわけで、思うおかげでしょ、この青線で満足したらいけない、この青線を否定するのでもないですね、ね、はい。どうなっていくんだろうというのをきちんと見ていきたいと思いますね、はい。で、これはこれもあちこちでいくつかで見せてますが、流行りの地中海植物でパブメドを調べた時の論文数、ね、これが肺が伝えかもしれない、日本食で、論文検索した時の論文数ですね、はい。もう見る前もないね、はい。で、これはですね、残念だと思うんじゃなくて、むしろこう思いたいよね、このここを研究したらいいんじゃないかって、そう思うべきだよね。日本和食の論文化だけじゃないよね。和食の研究をするためのストラテジーを作るために、この10年間研究したらどうだって考えるよね、なぜここで立ち上がったのかだよね。ここでこう立ち上がってこうしてるでしょ、ということはステージが違うね。ね、これなぜなんだろうね、ということを考えるね、はい。こんな風にパブメドで論文を検索すると、中身の前に数だけでも面白いことがいっぱいありますね。これが人口当たりの、人間栄養学研究の論文数ですね、はい。若干検索して小さく間違えてるんですけど、まあ、体制の影響を受けないと思います、はい。これ総論文数を毎年ですねカウントして、そして、人口10万人で割ったものです。で人間栄養学っていうか、食べるっていう摂取の栄養学、ね、に限るために、食べるというキーワードを入れて検索したらこんなふうになりました。オランダとフィンランドがダントツであることが分かります、この中ではね。なぜなんだろう、やっぱりちょっと勉強したいよね、はい。それから、この辺りの地中海諸国は、後から立ち上がってきて、この辺りで急に、アクセル踏んで、さらにもう一回アクセル踏んでいることが分かります、はい。それに対して日本全然アクセルかからないんですけど、どうなってるでしょうかっていう、で先に韓国がアクセル踏みましたね、ここで。実はこれちゃんと韓国に あることが起こったんです、あることが起こったんです。それでバッと増えたんです。さあ、それは何でしょう、はい。それから、これは僕の分野ですね、公衆衛生学です、公衆栄養学です、はい。僕の分野の公衆栄養学のですと、まあ、雑誌はもうパブリケーション・ニューチューションですね、はい。もう公衆栄養学っていうのが国際誌がこれ1個しかないので、はい、もうあらゆる公衆栄養学の論文がここに集中してきてまいります。それほど歴史がある雑誌ではないのですけれど、最近は大体300報から400報ぐらいですね。だから毎日1報ぐらいが計算されているという状況ですね、はい。これが青いのは総論文数の推移ですね、はい。2017年まで入れてみました。検索日が9月11日ですね、はい。で、見えないかもしれないけれども、赤いのが日本のカラム論文です、うん。見えないかもしれないけれど、赤いのが日本カラム論文です。で、見えないと思う、見にくいと思ったので拡大しました。もう縮尺全然違いますからね。45倍拡大にしました。こんな感じですね、はい。あ、で、こういう状況ではいけませんよね、これ。青いのが僕の論文ですよ、これ。赤いのが日本のその他の論文ですよ、うん。これまずいよね。ね、僕の論文っていうか、僕がこうさ、教授者に入ってる論文ですよね、はい。でね、それで、その検索をして一点ステップでまとめるということは、そもそも読むに値する論文ないと困るわけですよ、ね。じゃあこの状態ですんで、でよく日本には論文がないからってよく言われるんです。それ論文書いてこなかったら君たちが悪いんだろうというふうに、どうぞ先輩や先生に君たちは言ってほしいんです、うん。日本には論文がない、それお前の責任だろうって言って、うん、それを学生に言うのは 何事だと、ね、逆だよ、ね。そして20年
そう言われることのないようにしてください。20年、20年経った時に皆さんがそう言われることのないようにしてください、ね、通常ですね、これはちゃんとした調べではないのですけれども、1人の研究者というか1人大学教員ですね、研究者と大学教員、1人の大学教員が1年間にかける論文は 1.5 本ぐらいだそうです。だから本当に小さなこう積み上げなんだよ ね。10年で15本書いたらその人は研究者として成功です。というかもう大成功です。自分の名前で10年で15本の国際誌、あの日本に書くなんてそういうチャリなことに皆さん考えないようにね。だってもうそんなもんネットでもなんでもすぐ世界に行ける時代でいいですか。あの日本は Google シャットアウトしてないからね。うん、世界と繋がってるから ね。だから皆さんが書くのは世界なんです。皆さんが読むのも世界なんです。で幸いなことにもう自動翻訳ここまで来てますから ね。だからもう言語の壁ってもうなくなってたわけですよ、ね、だから別に外国語勉強しなくてもいいんだよ、ね、でそれよりも書くためには研究するためには勉強するですよね。でもう1年に 1.5 本書こうとすると本当にものすごい労力です、うん、10年間それを続けるというのはもう並大抵のことではない。だからほとんどの人はできないんです、ね、それでやっと15できるんです。これくらいね、はい、でその積み上げで、世界が良い方向に向かっていくというふうに考えましょう。というわけで皆さんもぜひ1個2個積み上げていただきたいというわけですね、はい、そのために勉強します。はい、さてここからは、皆さんお手元にあります、はい、ですね、これはですねよくできている、ガイドラインの一つで、高血圧治療ガイドライン、アップデートされています。これ2012のバージョンなんですけど、アップデートも最近されていますけれどもですね、よくできているのでさすがですね、アップデートされてもほとんど変わらない、うん、エビデンスがちょっと増えるっていう感じで数字は動く、やや動くんですけれど、あのコンクリートなる文章はもうあまり変わりませんね。これ科学が止まったのではないんです。もともとすごい地盤がある、そこに積み上げてるんですね。だから読んでいても論理的に確かだし、使いやすいですよね、はい、でそして1番、生活習慣の修正は高血圧予防や高圧薬開始前のみならず高圧薬開始後においても重要であると書いてあるでしょ、ね、でこういうようなことが書いてあるんですけど、これね食事摂取基準的にはバスなんですね。なぜかというと食事摂取基準ってこういう文章を作るためのガイドラインが書いてある、ね、はい、でそれから、ここで食塩が入ってるでしょ、これはナトリウムですよね、栄養素ですよね。でこれ野菜果物と書いてあるんですよ、これ食品でしょ、これ食事摂取基準的にもバスだよね、混同してもらう困るもん ね。この中に栄養素が入ってるんだよ ね。で逆にこれ単独ではなくてこれは何かの食品に入るんだよ ね。というのが栄養からの見方だよ ね。はい、でというわけでそれぞれのガイドラインにはそれぞれの構造と目的がある、それぞれのガイドラインにはそれぞれの構造と目的がある。こういうガイドラインが全て同じ形式で同じ目的で書かれるものではないということであります。しかしある共通点あるよね、ある共通点はそれはエビデンスベースだということです、ね、それは論文ベースだということですね、はい、ここでは、推奨グレード、それこのエビデンスレベルに基づく推奨グレードが書いて、あります。はい、そこで、はい、そこで、この栄養学の方の、中心というかベースになる食事摂取基準ダイナミックリファレンスインデックス、はい、ね、これはどこが他の予防治療ガイドラインと違うかというと、1つ目、グレードのエビデンスレベルも明記しない。これ世界的にそうです、グレードのエビデンスもエビデンスレベルも明記しません。これを変えたでしょうか、ね、これ食事摂取基準入れません、はい、なぜかというとですね、本当は入れたいという気持ちはちょっとあるんですけど、難しい。本当は入れたい気持ち、僕自身は個人的にはちょっとあるんだけど、入れたいですね。はい。
そしてそれより大切なのはこれですよ ね、定量的な指示を出す、定性的な指示は出さない、定量的な指示を出す、定性的な指示を出さない、ね、で、個人的に感情を交えて言えば定性的だったら楽なのになとよく思うんですよ、ね、野菜は食べてもらう方が望ましてかければこれだけ楽、どんなに楽か、うん、それをね、これはね、ビタミン C は何ミリグラム1日当たって書かなきゃならないんですよ、うん、すごい辛いよ ね、でさらにこんなに指標があるな、はい、でさらに性別年齢区分にさらに分けようと言われるね、はい、でさらにさらに理想値、要するに理想条件下でやった実験の値をそのまま使うわけにいかないね、実施可能性や関連分野への影響を考慮して現実に修正する必要がある、ね、かつて、昔ですね、昔この現実に修正することが科学的でないというそういう批判を受けたこともあるんです、うん、それはね、当時ってどういう当時かというと、僕が栄養学に参入した頃は栄養学の中心は実験の栄養の方でした、ね、人間ではない、そしてメカニズムでした中心は。そうするとメカニズムを明らかにするための研究をし、でそこで、細胞や動物を使ってメカニズムが明らかになります。でそこからの推論で数字が出ます。でもこれは理想化です。ところがその理想化で僕たちは栄養業務できません。そこで現実に修正します。修正しようとしました。そしたらそれは科学ではないって言われました。いや僕はそれは科学だと言いたかったんです。それこそが科学です。これこそが応用科学なんだ。応用科学という科学がある。でもそのためには応用科学という科学を科学しないといけないんです、ね。ただ主張してるだけじゃダメなんですね。ね、はい、じゃあこの現実心修正するという科学とは一体どういう理論に基づき、どういうことをやるべきなのか。ね、どこに長所があり、どこに短所があるのか。ということを科学しよう。ですね、はい、それからあくまでも健康な人の健康維持が中心です、ね、そしてその次に疾病者の重症化予防を副次的な目的とします、はい、これは何かというとね、人間の基本は健康である、こういう前提です。で健康な人が病気になるんだ、こういう当たり前の順序ですね、はい、それから一番下、これはかなり僕は感情的に書きましたが、感情的っていうか僕はもうそのものだと思いますけど、その分野のまともな論文を書いたことがない人間にまともな論文を探せるはずがない、ね、はい、ましてまともに読めるはずがないからやめておけ、ね、でこれは皆さんには当てはまりません。なぜかというと皆さんは自分がまともな論文を探せるはずはないと思ってるでしょ。そういう人は安全なんです。で皆様論文がまともに読めると思ってないでしょ。そういう人は安全なんです。そうじゃない人が怖いんです、ね、私は空を飛べるとか言っちゃう人、飛ぶなよ落ちて死ぬからな、ね、そういうことです、はい、で、こういうものを作りたいということですよ ね。で大切なことはやはりこの裏にそれぞれちゃんとエビデンスがあり論理があり、ね、工夫があるということですよ ね。そこまで読み取れるようなものを作ると使い方とても楽だと、ね、というか正しく使うということになります。ではその次、はい、ここからですね、今日 あのやることのエッセンスというかな、技術の切れ端を少しずつお見せします。これ今までの勉強会で使った、あ、今日は今まで使ったあのスライドは7割ぐらい入ってるんですけど、場所を入れ替えて目的を入れ替えてもう一度再利用しています、はい、これはですね、ソリューム in sources in the Japanese diet difference between generation and sexes、ナトリウムの摂取源、ね、日本人の食事におけるナトリウムの摂取源ですね、世代と性のによるの間の違いという、そういう技術疫学論文ですね、はい、で疑問、日本人は何、かっこどの食品からどのくらい食塩を摂取しているかという疑問に対してこの論文を読もうというわけでした、はい、でまあ、これがアブストラクト小6なんですけど、
書けてもらいたいことはここなんです。この論文にはこの順にというか順に図が一つと表が5つあります。図が一つと表が5つ、合計6つあります。それぞれどんな内容なのかをあらかじめ想像してくださいという問題です。6つあるんです。6つをこう目でこう見せたいなというのを6つ著者は考えるわけです。一体それって何なの、中身じゃないんですよ。そのこうふわっとしたどういうことを6つそれぞれで見せたかです。はい、ね、どうでしょう。でこれが今日午後やる研修に深く関わってくるんです。はい、行きましょう。はい、1つ目の図これです。1つ目の図は図以降なんですよね。はい、別にこれはまあ表でも書けるんですけれど、図の方が見やすいと考えてますかな。はい、これ何かというと、はい、これタイトルこれですね。図1 Classification of Recorded Foods by Person or Entirely Responsible for Salt Content。 Classification of Recorded Foods by Person or Entity Responsible for Salt Content。 これ食塩の摂取源じゃないですか。だから食塩 が入っている食品とかどういうふうに定義づけるのかということが書いてありますね。はい、こういう書いてあるでしょう。Food は categorized into one of three categories shown below。 食品って次の3つに分類しましたよって書いてあるんです。何に分類したかというと、ホームメイドとプロセスとその他、家で作ったか、それがプロセスと加工食品か、その他で、その次なんですよ。皆さんね、論文書くときにとか論文読むときに加工食品って何って考えながら読む。加工食品で加工食品っぽくって加工食品ギリギリとかってあるでしょ。惣菜屋さんでコロッケ買ってきて、それをもう一回なんか他のものに入れとこう、あ、例えばよくあるのはハンバーグ買ってきて煮込みハンバーグ家で作ったらどうなの。そんな感じね、最近そういうこういう半分多いじゃないですか。多い、まあ、最近多いじゃないですかって多分嘘なんだけどね。やっぱり怖いよ ね。最近そうじゃないですかってすぐパッと手上がって文献番号とか言い出すからね。で、はい、もう怖い。でつまりここでプロセスとフードって言ってプロセスとフードで論文書いちゃダメだってことですよね。ね、でプロセスとフードってどういうのってこう定義をしておくわけですよ。でホームメイドで何定義しておくわけですよね。はい、でここでなんかホームメイドヨーグルトって書いてあるんで、ヨーグルト2種類分かれるんで、ね、はい、これで実際に、食事記録を取っていただくときに家で焼いたパンか買ってきたパンかを分けて書いてもらったんですよ。うん、まあ、ホームメイドブレッドとね、それ買ったそのプロセスのブレッドと分けるんですよ。それを分けたか分けなかった、そんな食事記録大変だから分けなくてもいいわけですよ、目的によっては。そしたら分けなかったって書いておいてほしいんだよ、あらかじめ。それを何も書かずに書いちゃ困るんだよ、ね。これが論文です。これが論文です。ね、でこの論文はですね、後で、自分で作ったものとか、レディメイドとか、それからダイニングアウト、外食ですよね。こうやって分けて解析をしています。そのためには、外食の定義をしてるんですよね。うん、ね、レディメイドの定義をしてるんですよ。というわけで、ここで大切なことは、この論文で使う重要な単語は、きちんとその本人に定義してもらうことです。こちらも想像したい。読者が想像してはならない。これがファーですね。いや、ホームメイドって一般的にはこうだよねって言っちゃダメなんだよね。一般的にこうだよねって言ったらこういうんだけど、どの文献ってくるわけですよね。そのどの文献が書いてあったらいいんだよね。ね、一般的にホームメイドはこういうものを言う、この文献って書いてあったら、それはいいわけです。ここでは、どの文献と言わずに、私はこうしたというふうに書いてある。はい、これが唯一の図であります。その次、はい、その次が表1ですね。はい、
これは、何回かプロフェ教会に出てきている人にとってはおなじみのキャラクタリスティックス、キャラクタリスティックスオブザサブジェクトですね。はい、でここでですね、このキャラクタ、このタイトルいいでしょ、キャラクタリスティックスオブザスタディパーティスパンツ、ね、参加者のキャラクター、はい、体重特性、ね、アパレントにヘルスにメイアンドウィミーエイズ20 to 69 years Japan 2013、これ13がいいでしょ。結構ね、研究した年書いてないよね。それ論文が出た年と違うよね、明らかに。多くの場合違うよね。その同年になかなか論文出ないもんね。印刷まで考えると。ね。まあこれいつやったって書いてあるんだよ。いつやったって少なくとも年間書いてあるんですよね。はい。それからジャパンが書いてあるね。ね。はい。これジャパン書いてないと困るんだよね。ね。どうでしょう、皆さんが読んでる論文にこういう何年にあったって書いてあるかな、ね、書いてないものはいいですか。さっきのさ、24時間蓄尿の60年間数やったでしょ。あれ2013年とか書いてなかったのに、あの随分なかった研究論文あるわけですよ。ね、でね、意外にね、今やってることっていうのみんな気づかないね。今年やったものに対してわざわざ2017って書く気にならないんだよね。でも3年後だったら3年前か2年後になるか分からなくなりますからね、書いておきましょう。はい、そしてここですね、統計量を明示する年齢、あ、ここね、年齢は2種類で書いてある。これエイジはね、Me&SD とね、エイジグループで書いてあるんですよ。これ両方あった方が便利だよね。特に任意だけで結構困るのよ。任意だけ何が困りますか。中年とか言えないんだよ。高齢者って言えないんだよ、任意だと。あるね、ある研究論文でね、こういうのがあったんです。平均値が書いてあったんですよ、ね、そしてその平均値を読んで、あ、これはこの平均値の人たちを測ったんだろうと思って、でその論文引用して、あとこれ使われたんですね。問題は SD だったんです。どこまで広いか。そして元の問題はマキシマムとミニマムエイジだったんです。マキシマムエイジがあると、これは高齢者入ってないとか、これ高齢者も入ってるとか分かって使いやすいでしょ、ね、ところがミニだったら分かんないよね。40歳でもすごい年齢バラバラでさ、2歳から98歳とか、で真ん中40歳、ありでしょ。39から41で40、ありでしょ。これ意味大きく違うよ ね。だから分布幅とミニマムとマキシマムはとても大切なんです。で、これ両方書いてあるんだよね。 SD で幅が分かるでしょ。でミニマムはエイジグループで分かる。なぜこうしたのかというと、もう自分分かるでしょ。引用してもらいたいから、使ってもらいたいからです。自分がただ言いたいだけだったらここまで分からないです。これは使い手のことを考えて、エイジとセックスというのは非常に大切なキャラクターで、使い手にとってはその結果を使うか使えないか の非常に重要なところの決め手になりますよね、はい、そこで書いてあるというわけですね、はい。それから当然ながら、単位はきちんと書いてありますね。あ、今日この後見せる、予定の研究の中に単位がないのが出てきます。どうか発見してください、はい、ちゃんと書いてあるね、書いてあるね、はい。それからですね、もうこれも何度やりましたね、アブリゲーション、ね、アブリゲーションはちゃんとフルで綴っておくこと ね、まあ、知ったかぶりしないことね、はい。で、何度も言いますね、はい、N にこだわる、ねはいね、あ、それから必要のない検定はしない。検定というのは別に必要なものではありません。必要な時にするものです、ね、男と女、別に差を見たいわけではありません。ここでは男はこんな人たちです、女はこんな人たちですと言いたいだけです、ね、ですからここは検定はしていません、ね、はい。はい、2番目、これですね、
2番目は、まあ数字がいっぱい並んでて魅力のない人だよね。いや魅力ないでしょ。あのね、カーブループっていうのはね、できるだけね魅力なく書いてください。ねえ、味気なく書いてください。それがいいんです、ね、けれどもね、見たいものがちゃんとその見たい位置にあることが大切なんですね。はい、そうすると何ですかこれ。あ、そうか、ここからここまでがダイエットレコードか、食事記録か。でこれが24時間蓄量か、こんな感じですね。でその次がエネルギー、クルードソディウム、ね、それから、エナジーアジャスティッドソディウム、ね、でそのエナジーアジャスティッドソディウムがトータルがあって、セルフクッキングが出てきたね。セルフクッキングがあって、レディメイドがあって、ダイニングアウトがあるになってますね。でそれがエイジが3つに分かれていて、BMI が2つに分かれていて、それから、ソディウムエクスプリーションが3つに分かれているとこういうふうになっています。そして、このロー、ミドル、ハイもちゃんとレンジが書いてありますね。特にいるわけですけど、はい。3959の上が3973という。これきっとこの間の観察値がなかったんだね。うん、ね、ね、これ3959だと3960だろうと思うんですけど、ね、なかったんだね、これ。ね、そこまでこだわってますね。で、その次。で、その次が何？その次がアソシエーションビトゥーン、エイジ、BMI、ユリナリーソディウムエクスクリーション、エナジーインテーク、アンド、プロポーション、ディスクリーション、ソディウムインテーク。はい。ここで、その、あ、そうか、こっちが大変量、まずこっちでこういうものがどれぐらい影響を及ぼしているか、そのソディウムの摂取量に対して、どれぐらい影響を及ぼしているか、あ、プロポーションだね、ソディウムの摂取量 の割合に対してどれぐらい影響を及ぼしているかということを解禁させてやってますね。はい、でですね、良くないと思うのは、こういうなんかこう統計っぽいことをやるのを目的に持っていきすぎると、この辺りもおろそかになってしまうということです。そうするとこの論文を後で引用されません、使わなくなります。ですからあくまでもこれ先に出さないことですね。そしてここいくつ来た、テーブル3でしょ、まだあるよね、はい、次のテーブル面白いですよ、これ何ですか、これ短いよ、テーブル4、はい、Definition of Food Groups、 Definition of Food Groups、ね、はい、でこの数字なんですよ、これ食品番号です、食品標準成分表の、ね、Food Composition Table in Japan と書いてありますから、 Standard Tables of Food Composition in Japan 参考文献15、ね、はい、と書いてあって、そして、それぞれの食品のグループを著者が考えて、それに相当する食品番号を書いてあって、それの意味が食品の名前が書いてある、ナッツ、アーモンズ、チェストナッツ、ウォルナッツ、ピーナッツ、以上って感じです。はい、これ必要 ね。で僕が使わない、読まない、捨ててる論文、こんな論文です、緑黄色野菜って書いてあるんです。緑黄色野菜、何それ、定義、緑黄色野菜の定義、緑黄色野菜何、分からんだろ、分かってる、緑黄色野菜知ってる人、この中で緑黄色野菜知ってる人、いや、もちろん定義だよ、ほら、手余らないでしょ、うん、ということです。だから緑黄色野菜は論文で使っちゃダメなんです。使うときには定義して使うんです、ね、というわけで緑黄色野菜の摂取量っていうのが書いてある数字があって、緑黄色野菜の定義がこんなふうになければその論文はもう使えないんです、50年後だけではなく今この瞬間も使えないんです。という上でね、論文読んでごらん、ものすごく効率的に論文読む、なぜかというと無駄な論文を読まなくて済むからなんです。そして皆さんの文章力が急にアップします、すごくアップします。
でもね、そういう話を研究室の外でやらないように。変人だと思われるから。嫁さんに言って、緑黄色野菜の提供とか言ってもいや、そこに意義がありますけど。そう、あのね、職業によってというか、科学によって、科学分野によって定義が違うんだよ ね。野菜の定義も違うもんね、科学分野でね。はい、というわけで、ここはこの論文で使われたフードグループを全部書いてあるんだよね。これはランプでしょ、将来ね。しかしこれ雑誌これ丸々1ページ取るんですよ、と相当ね、掲載料払わなきゃなんないんですよ、これ1ページ取るから、それでもお金払ってね、これ ね、それぐらい重要だよね。はい、で、そして出てきました職人ね。はい、ウェルビルドライス、ね、アザーライスアンドグレインズ、ムービングズ、ブレッドビルドして、で、食塩が何グラム、そこからどれだけ摂取されたかということが書いてあります。ね、すなわち、これを見せたいために、これを作ったんだよね。これを使ってもらいたいために、これを作ったんだよね。ね、どうでしょう、こんな表ぐらいあちこちにあるわと皆さん思いませんか、米が何グラム、野菜が何グラム、ね、魚が何グラム、そこからお塩が何グラム、どこでもあると思いますか。実はないんです。日本からの論文でこれはきちんと書いてある論文、僕が見たのは2つです。食塩摂取量の論文に関して2つです。どうかしら。いや、僕は不勉強だと思います。もっとあると思います。けど少なくともすごく少ないです。すごく少ないです。なぜかというと、ここまで書いてくれないと僕たち読めないからということは、皆さんも書くときにこれを書こうと思ってもらって書いてる。それから、今日午後を読むべき論文はやっぱりこれが書いてある論文だよ ね。今日午後の演習でこれもあるだろうと思いますよ。パッと取ってこれは読むべきではない、はい、演習終わりっていうね。これ言えたらすごいことなんですよね。はい、というわけで、この論文、全部でこれだけだったですね。はい、まずざっくりとしたその食事って何っていう、ね、ディフィニション、定義を自分たちで決めた、ね、それからこれ重要ね、はい、対象者特性を丁寧に書いた、ね、それから淡々と技術疫学平均値を書いた、淡々と平均値を書いた、ね、はい、それからやっと回帰みたいな、ちょっと研究っぽいことをやったっていうか、この一瞬かすめてるだけなんですよ、これね。かと思ったらまたこれを書いた、ね、そしてすごい簡単な表で終わった、ね、はい、というわけですね。はい、いかがでしょう。で、これが日本の、食塩摂取の摂取源 を探った、論文であります。皆さん、ぜひこういう論文を読んでほしい、書いてほしい、広めてほしい、それで、じゃあ次行きましょう。はい、あ、20分ちょっと、遅れて、はい、その時論文の裏はね、もう皆さん、表はかなり読めるんだって言ったと思いますので、裏は、これ、あの低ローカーボかローファットかどっちで痩せるっていう、なんか世間あちこち言ってますけど、それに対する RCT でとても有名なうちの一つですよね。だからもしも低糖質でとか低脂質でって言ってるんで、この論文知らなかったらもう無理だよね。これニューメディアナライズの2009年です。この1年前にもう一つ大きな2年間 の RCT 介入試験が、同じくニューメディアナに出ています。はい、でこれはアメリカに出された、かなり肥満者たちとこの肥満者、キャラクターまずキャラクターね、はい、キャラクター BMI が平均で33、すごいキャラクターでしょ。ね、はい、でもうここだけじゃないですか。ということはこの論文をですね、特定保健指導か何かの現場で見せますか。違うよね。これでもってローカーボがどうも話しますか。違うよね。もうここで分かるでしょ、つまりこれはそういう話に使えるものではないということです、ね、本当はここにこう SD とミニマムとマックスを見れたと思うんですけど、はい、で、まあ、平均年齢が51歳、ね、
しかしこの BMI 平均33の人間は811人も集めたと思いますよ。そう、これね、笑えるようになったらね、人間のね、研究できる。これが想像できる人間、人は人間の研究できる。ここで笑えない人は動物実験とか細胞行った方がいい。この平均 BMI 33が800人こう見えるって光景ね、ね、はい、怖いよね、うん、はい、そして、やったことがこう書いてあるんですけど、結果見てみましょう。こんな感じですね。割り付けみましょう。割り付けこんな感じ。綺麗ですかこれね、ね、これパーセントエナジーで脂質が20、20、40、40、タンパク質が15、25、15、25、そうすると炭水化物が6、5、5、5、4、5、3、5になっている。すっごく綺麗な割り付けですよ、これ。もうこれ見たときに、こんなこと誰でも考えつくんだけど、僕見たときに、めちゃくちゃ綺麗と思いました。で、やっぱ僕もね、これ気づかなかったね、こういう風に割り付けられるっていうのは。でね、20、40、意味わかるでしょ、これ。20っていうのは確かにローファットだよね。日本人よりもまだローファットでしょ。で40って言うとアメリカ人の一番ファットが高かった時代とか、あの西洋のファットが高かった時代でもややわずかに高めなんですよ。ということで、現実の先進国にある現実 のミニマムよりちょっと低いのと、マキシマムよりちょっと高いのを作ってるんですよ。だから現実的なんですよ、ね。そして次のタンパク 15は、これは多くの民族の平均値だよね。で、25が高タンパクで、腎臓食なんかで入れるかどうかの高タンパクです。だからこれはミドルとハイでやってることが分かりますよ、ね。で、そうして残りを見ると、きれいにその65というやや炭水化物が多いから、35という少ないのまで作れるというわけで、でここでやはり人間相手ですね、フィーズビリティ、ね、食べられるか否かということを考えつつ、科学として成り立つかどうかということの双方を考えて、ここに落ち着いたというところが美しいと思ったわけです。で、まあ、結果はですね、全部ノンシグニフィカントで何でもいいやって結果なんですけど、まあ何食おうと結局全部一緒でしたって結果ですけどね、はい、それより面白かったのはね、こっちなんですよ。これが、その4群が、これ2年間のトライアル、2年間のトライアルね。で、今のこの結果は、ベースラインと2年後なんですよ。ね、で何キログラム減りましたかって感じですね。このベースラインと2年後なんですよ、ね、そこでの体重変化量だってたんですね。で、このスライドはその2年間における食事の変化なんです。いや、これで割り付けてんだよ。だから設定って書いてあるベースラインのところで、これベースラインって言ってるんです。ベースラインって言い方書いてないのはトライアルに入った後なんですよ、当然だから。ベースラインって言うと前になるでしょ、しばしばね。それだと自由摂取であるんで、自由摂取終わってこれで食べましょうねって言った瞬間なんですよ。のこうなんですよね、はい、どうですか、綺麗でしょね。炭水化物がちゃんとね、65、55、45、35なんてめちゃくちゃ綺麗なんだよね。で、脂質がね、20と40なんだよ。これね、そうさせたんじゃないの、これちゃんと測ってんの、ほう食べてんの、あ、食べてんので、タンパク質が15と20までこれ食べてんの、めちゃくちゃ綺麗だ。その後どうなってる、その後どうなってる、食べてないだろ、食べてないだろ。いや、そしたら皆さん、この結果をどう読むんですか。このような食べ方は体重変化 に有意な影響を及ぼさなかったって皆さん言いますか。言わないよ ね。僕だったらこう言いますよ。このような食べさせ方は破綻した。だからこの結果は見るまでもない、見ることができないんだって、そういうべきだよね、はい。で、僕はさすがにユーザージャーメディスンだと思った。その理由は、この数字がちゃんと表になって載ってたんです、うん、その表から僕グラフをこれ図を起こしたんです、作ったんです。すごいのは、これがこの点が全部一覧表になって載ってたんです、うん、ところが面白い、この論文は有名になりました。日本でもです。この話をする人はほとんどいなかった。みんなこう言いました。
ローカーブがいいの、ローファットがいいのって違う。どっちも人は食べられない。どっちも人は食べられない。どうですか。見方が全く違うでしょ、ね、これが人間栄養学です。これが人間栄養学です。ここが動物と違うところです。これ動物だったら生かしてもらえませんよ、こんなことやったら。ああ動物だって生かしてもらえませんよ、ね。いやらしいことにこの人たちドロップアウトしてないんだよ。ああドロップアウトしてないんだよ。てかできないよね、こちらから積極的にドロップアウトは。やるとすればこれだよね、解析の時に残す、あの覗くだよね、ね、覗くだよね、はい。英語、そのためにですね、これはやっぱりインテンショントリートアナリシスです。アイデンティティ解析、はい、もうこういう人たちはもう変わらなかったとかね、してもうやるしかないでしょうね。というわけでここでの教訓分かったでしょ。論文の裏を読めです。結果だけ読むな。むしろエクスポージャーいいですか。これアウトかもでしょ。この体重は、ね、食べさせてる方がエクスポージャーバックルでしょ。暴露がきちんと行われたかどうかが非常に大切なんです。その暴露をこう見ていくのが栄養学者です。いいですね。体重を測るのはどちらかというと栄養ではありません、ね、はい。で僕が日本で極めて弱いと思っているのがこの栄養学者の弱さです。あの医学者の方はですね、体重どう測ったらきちんと測れるか割とちゃんとやってくれます、それからそのなんか、まあ、こう体の中をなんかバイオマーカー測って体重がどうなってるか測ってくれます。かなり一生懸命にいい研究をしてくれます。ところが日本の医学者でこれつけて論文書いてどれだけいるんだろうか、ここまでちゃんと。でもこのモニタリングすごい大変でしょ。800人の BMI33 の人 に2年間で4回も食事の記録とかするんだよ。どうするの。それ自身が過小評価するでしょ。それ自身がドロップアウトの対象になるでしょ。同期になるでしょ。すごく難しい。さあどうするって、それをやるのが栄養学者なんです。だから栄養学者がしっかりしない限りいくらこんなことをやって論争しても無理なんです。いくら論争してもその論争は無効です。それは栄養学を分かっていない人たちの空っぽな論争です。どうでしょう、面白いでしょうこれ、うん、そしてもう一個ね、ちゃんとねこの水位を測ってる RCT やったんです。同じようなローファットとかローカーバカイドライトの論文。そしたらそちらの論文もちゃんと書いてあったのね。そっちもねこうやって動いててね、しかも面白かったのは ねこれこれってあんまり見えないんだけど、もう一つの論文もねこれずっとこう伸ばしていくわけですよ、ね。そしたらそれがねその集団のね元の平均値なんです。綺麗でしたよ。こうやってこういくのこういくの、ね、その人たちの元の母集団の平均値に近づいていくんです。これぐらい人間を食べさせることは難しいんだね。ということは難しいことを認めるべきだよ、ね。だから今日読んでもらうとか今日の午後の演習でやっぱりこの論文裏まで読んでる。これ裏こそ読んでほしいね。はい。裏を読んで、あ、さすがだ、すごいいいことやってるなと思ったら、あ、読めどうだな、それをどうぞ発表してください。はい、そう次いきます。はい、もう一個の例いきます。はい、これです。これ有名な例でね、このね、これも、これは、これ、あ、ごめん、抜き出してきたらペーパー書いてなかった、これ。ごめん、抜き出してきたらペーパー書いてない、ごめん。これね、ランセットなんですよ。ランセットのメタアナリシス、あ、見たことありますけど、メタアナリシスで、カルシウム摂取量が、平均補助性の骨折を予防するかってい いう、無作為計画試験のメタアナリシスです、ね。エフェクトをカルシウム&もう一個ね、カルシウムインコンビネーションウィズバイタミン D オンフラクチャーリスクなんですね。で、ポストメノポーザルウィーニングです、はい。で、こんなに研究があります、まあ、結構バラついてるんですよね。 でメタアナリシスで最終的にまとめたらこうなってこうなってですね、で、優位にちょっと下がってるという結果があったんですよ。優位にちょっと下がってるね、でしょ、ね。それで、
カルシウムのサプリメントまたはカルシウムプラスバイタミン D のサプリメントは閉経後女性の骨折予防になりうるという結論を下しました。ところがですね、この1年半前にニューグンジャーナルメディスンの方にこちらですね、ニューグンジャーナルメディスンの方にこの研究論文が出たんです。出ていたんです、ね、あ、出ていたからここに入ったんですけど、ね、出たんです、ね、1年半ぐらい前に、ね、でこれ WHI って言うんですけど、ウィーミンズヘルスイニシアティブって言うんですけど、そういう研究が出て、で方面のこれ一番この資格大きいでしょ、うん、ということは一番 N が大きいとか一番丁寧に測って一番信頼度が大きいわけですよ、ね、でこの一番信頼度の大きい、まあ、統計学的信頼度、真の信頼度はちょっと違うけど統計学的信頼度が大きい研究が見て分かるように優位じゃないんですよ、ね、優位じゃないんですよ。だこちらの結果は下げるとは必ずしも言えないっていうことです。それでニューグンジャーナルメディスンのこの一番の大きな、そして世界が期待してた研究とそれと全部まとめてみたメタナリスの結果が合わなかったんですね。でその次、もしも皆さんがこのカルシウムに関するガイドラインを作る役目だったとしましょう。どうしますか。カルシウムは閉経後女性の骨折予防のために、さあどうか。もしも皆さんがその役割でどうしますか、ね、市場を挟んではならないよ。ひたすら研究論文が見てくるんだよ、ね、困ったわけです。それで世界中困ったんです、ね、さあじゃあそこで僕たちは何をすべきですか。わかるでしょ、論文の裏を読むべきなんですね。はい、さすがランゼルです。裏が書いてあります。しかも面白く裏が書いてあります。はい、これを見てください。左上です。横軸はトライアルデューレーション、介入期間、試験期間ですね、研究期間ですね、何年間カルシウムのサプリを飲んだかです。縦軸がログリスクレーションと書いてありますが、簡単に言うとリスクリダクション、どれぐらい、骨折のリスクが減ったかですね。はい、でこんな感じです。でバブル、泡が1個ずつが研究ですね。で一番大きなバブルが WHI です。でそのバブルを回帰させて直線を引いたのがこう左に下がっていってる線ですね、直線ですね。この左上のこの絵見て変だと思うでしょ。これ見て変だと思えなかったら頭動いてないよね、まだ。変でしょ、だって骨だよ。骨の代謝考えてごらん。骨だってさ、毎日入れ替わってるけどさ、そんな短期間に全部入れ替わらないでしょ。骨だよね、わかるでしょ。ということはトライアルデューレーションが長くなるほどエフェクトが大きくなるはずなんです。だろ、逆なんですよ。短い時ほどエフェクトが大きくって長くなるほどエフェクトが消えてくるんです。でついに7年を超えるとエフェクトがゼロになるんです。ということはきっとね、14年間飲み続けるとね、ほんなら俺いくぞね、そういう減ってくることになるわけですよ、ね、はい、じゃあこっち見ましょう、はい、こっちがね、現場の疫学者の仕事です、はい、横軸がコンプライアンス。コンプライアンスっていうのはサプリメントを何パーセント飲んでくれたかを表します。ここはやっぱり人間なんですよ。カルシウムサプリで骨折れないかという研究に参加するって言って同意書書いて参加してるのに、参加してると言って飲まない人がいるわけです。で今度はさらにその上行くんだよ ね、でどれだけ飲んでたかって調べてるんだよね。でここで飲んでませんって言ってる人偉いよね。で参加し続けられるんだよとか言いながら、僕もサプリメントの研究だったことがあって、その時これ調べました。その時はそんな聞いたら飲んでるって言うじゃないですか。だから飲まなかったものを全部回収したんですというシステムにしといたんです。ああ、そしたら自動的に分かるでしょ。それでも捨てないと分かんないよ。それでも捨てないと分かんないですよ ね、はい、というわけで、
コンプライアンスは、課題評価。そうだね、課題評価になるね。わざわざ飲んでるのに飲んでませんって持ってくる人いないからな。ね、まあ夫婦で参加してるとかそういう場合は、あ、でもこれ返金女性と女性だけだし、ね、友達の持ってくるとか。で、まあ小さなことでしょ。あ、すなわちコンプライアンス 100% から低いものが 49.95 で 50% ですね。あ、で、そういうことです。ここはよくわかるよね。ね、完璧に飲んでくれた研究ほど効果が大きいと分かります。ね、はい、こちらはなるほどなと。で、こっちはええと思う。で、そこで、これ3つ目の図が載ってました。これ組み合わせてます。今度はここから、何を取ったんだ？アイセルフトを取ったんだ。効果を取っちゃったんだ。一番大切な。一番大切な効果を取って、デューレーションと介入研究機関とコンプライアンスを例えば取ったんだ。そしたらとっても綺麗な負の相関。これをもうあるあるだよね。ね、はい、研究期間が長くなるほどコンプライアンスが下がる。ね、はい、というわけです。じゃあなぜ WHI が結果が出なかったか分かってきましたね。WHI は長くやりすぎたんです。でも骨の代謝です。長くやらねばならないと研究者は思ったんですね。真面目すぎたね。人が逃げるってことを考えてなかったね。ね、はい、その一方で短い研究がこんなに大きな結果出してるってもなんか不思議だよねと思うんですよね、はい、そうすると考えられるのはコミュニケーションバイアスがあるかなっていう、ね、良い結果だったものが出たかなっていうところがあるわけですよね、はい、そこで分かったことはこういうことです。この裏を読んでみて分かったことは、ひょっとするとこの WHI の結果は過小評価されてる。みんながちゃんと乗ってくれたら、この資格はもうちょっと左に動いてる可能性が、ね、はい、ってことが分かります。その一方で、今日はお見せしませんが、ある理由により強く出過ぎている可能性のある研究がこの中にいくつかありました。僕はそれを除くべきだと僕は考えました。でもフランスで入れてました。そこは弱点だと思いました。興味ある方はどうぞお読みください。こんな風に2つの例を使いました。論文の裏を読もう。真実が見えてきます。いいですか。これだけで結論を下さないように。ね。皆さんにできるようになってほしいのは、この結果を読むことではなく、この論を使うべきか使わざるべきかを決められる力を持つ。そしてそれを0か1かではなく灰色だと言える力です。使えないって言っちゃうのは結構簡単かもしれません。でもせっかくここまでやってくれたんです。何か使えませんかね。これ WHI すごいんです。これ700億円と負けてるんですこれ。他のアウトカップやってんだけどね、やってる総額700億円ぐらいかかったらしいんです。4万人なんです、参加者。それで、いろんな問題払うわけですよ。うん、ね。だから、愛に批判しないようにね。ね、愛に批判しない。はい、というわけで、戻ってきました。はい、戻ってきました、じゃないですか。で、それで、今日は検索の後のこの部分。この部分ですね、この部分。この部分ですけれども、頭の中では、ここも頭の中で想像しつつ、この部分やってください。ね。はい。なぜこの論文、今日選ばれちゃったの、変だな、とかね。ね、はい、で事務局の人たちが一生懸命に相談をしながら選びました、ね、そこにも何か目論見があるだろうし、至らぬところがあるかもしれません。そこも見つけると楽しいよね、はい、あと急いでお見せします。ちょっと延長するかな、はい、これですね、職業試験2015年版のこの絵があるでしょ、ね、年齢とそれからエネルギー消費量と24時間通報のの高かったエネルギー消費量の世界のまとめだよね。ね。これ皆さんね、この絵は見てると思うんだけど、これのエビデンステーブル見たことないでしょ。実は公開されてるんですよ。ここにこれね。うん、これね、厚生労働省の科学研究費補助金っていうので、だから報告書に入ってるんですよ。その中にこれがそのまま載ってて、でこれ公開されてる。
PDF です。だからアクセスできるんですよ、ね、でこれね、これ簡単な、本当に簡単な、簡単なエビデンステーブルで見てください。文献番号、どっかで見た番号なんですよね。笑った人は僕のシステムも分かってるね。はい、っていうことはこれ誰であったか分かるでしょ。笑うところじゃない、感心するところ。国ね、で、性別でしょ、対象者数でしょ、年齢の範囲と平均値ね、アスタリスクなんか意味があるんだろうね、あとどっかに説明あるんだろうね。で、身長、体重でしょ、で、こう内容あるよ、内容から考察ね、BMI、女子脂肪体重、女脂肪体重、基礎代謝量、身体活動レベル、ね、で、総エネルギー消費量が、単位が違うのがあると、そのそのように書いてると。ねはい、で計算して出してると、ね、でこれがずっと続くと、100何個続くと、ね、いうわけであります。簡単なんですけど、これ1個作っておくと、これちゃんとこう対応して見れるんですよ ね、はい、こういうのをさ、みんなでさ、栄養関係のさ人たちがさ、みんなで手分けしてやったらすごいいいことになるよ ね。でもね、誰もね、テストアップってやめなくても作ってくださいとか言うのね。もう作れるわけないでしょってね。はい。で、やっていくことですよね。はい、今日は検索の時間ではないので、検索の後なんですけど、はいねはい、こういうの怖いですね。はい、よくあるよね。ね、手元にある報告がね、端っこの方にあるやつだったっていうね。はい、ではもうちょっと。じゃあそのメタナリティスです。メタナリティスの話をちょっとしておきます。今日は発行本を書き留めるように思います。はい、ですので、メタナリティスをパッと見せて、発行本をそれぞれの読み方をします。はい、はい、これを見てください。これは本に載せているので、皆さんご存知かと思います。何だったっけ、魚類由来調査脂肪酸は、うつ病の改善や予防に効果があるかの、ランダム変わり付き比較試験の系統的レビュー、1999年から2009年という、論文です。はい、論文はここです。調子上ですね。で、横軸がエフェクトサイズですね、はい、とっても予防できた、またとっても治った、ねこっちはむしろ薄めを増やした、でまた悪化した、ね、縦軸が結果の信頼度ですね、これを SD の逆数、標準誤差の逆数で表しますね。でこれを分解していくと、対象者数のルートを割ることの標準偏差です ね。これが規模を表し、これが測定の質を表しますね。主にね、はい、でそこでこうなってる、これものすごいバイアスかかってる、すごいパブリケーションバイアスかかってますよね。ね。ってことはこれ消されたなっていう、ね、どこですよね、消されたなっていうことですよね、はい、でそこでですね、今日ここしました、興味ある論文2個、あ一番好きな論文、あ月ぐらいで1個なんですよ。そうなああ、でしかもあれがねマイナスなんだよ。面白いのは、あの上の方にあるのが、あれとね、この3つ、あ、これ4つ、これゼロなんですよ、ほとんど。ということは、ハイクオリティトライアルは5つぐらいノーエフェクトなんだね。うん、そして、で、あと興味があれば、この辺りね、これ読んでみたいよね。ね、というわけでね、これとね、これ読みました。うん、僕よくここまでです。メタアナリストまず見るんですよ。で、バッと見ると、で、その中から面白そうなこの端っこを選ぶんです。それを実際に読んでみるんです。全部読むの大変なんだよ。ね。はい、というわけで、メタアナリティスからこう出てきたもののうちの端っこの方を読んでみると、このメタアナリティス全体の特徴が分かってくる。ね。そしてそのメタアナリティス自身が本当にいいか悪いかを分かってくる。ね。あ、この辺の話は飛ばし。はい、で、行こう。これ見てください、ここ。身体度が本当に高かったのか、はい、という論文です。これ、ですね、これがオブストラクトなんですけど、あ全部読みません、ちょっとだけ、最初だけ。People with high in っていうか違う、これはバグラフト。どこよ。あ、ダイナルムです、ダイナルム。As part of the factorial trial of interventions to reduce mortality in angina.450人の目は、まあ、ランダマイズとアドバイスとイートモアフィッシュファッティフィッシュオアフィッシュアドバオアノーフィッシュアドバイスということは、これはお魚食べよう研究だったんだ、うん、
サプリじゃないんだ、お魚食べよう研究なんです。イートモアファッティフィッシュね。あ、これ日本でも青魚ですね。その青い魚ですね。で、そしてね、次です。マックスエバーフィッシュオイルカプセル、カプセル出てくるんですよ。はサプライドトゥーメンフーファウンドザフィッシュアンパレイタブル。わかりますか？お魚が好きじゃない人たちには、その魚油のカプセルを渡しましたって書いてあるんです、ね、だからまずは魚食べて、俺でいやって言った人に対して、じゃあこのサプリで言ったんです、ね、というそういう研究です、はい、で、初心情報はこれです、はい、タイトルはですね、けれどもタイトルはアドバイスになってます。アドバイスとイートフィッシュアンドムード、ムードとの関係ね、気分との関係ね、アランダマイズコントロールトライアルインメンウィザーンジャイナですね、はい、で、これがこのね、論文なんとね、なんとね、見てください、63から65ページ、3ページだけなんです。うん、3ページだけなんです。そしてね、この論文の一番上にね、あ、今日このコピーも取らない、一番上ね、ショートコミュニケーションに書いてあるんです。わかります？ショートコミュニケーション、ショートコミュニケーションってね、あの一人前の論文じゃないって意味なんです。だからちょっとした報告、ちょっとした報告って言うんです、ショートコミュニケーション。でもこれも一人前の論文としてカウントはしています、扱っています。けど短いです。まあまあこれね、あの丁寧に書いていただく方ではないんですけど、だけどまあ論文として、世に出しておくことには意味がありますよねって感じ。もっと短いことで言いましょうか。評価低い、評価低い、ね、はい、で、そして3ページしかないから入れられる内容少ないわけですよ。ですので、表はこれだけなんです。ワン、ツーで終わりなんです。ワン、ツーで終わりなんです。ワ、ね、ンがこれ。ベースラインキャラクタリスティックスなんですよ。でね、ツーがね、これが結果なんです。クルード&アジャスティッド・ミーン・ディファレンス・イン・アンザイティ・アンド・ディプレッション・アット・シックス・マンス。6ヶ月後の、その指標 の変化の分間差です。でまあ、あの差がないと言ってるんですけど、結局結果はこれだけで結果2行なんですよ。結果2行なんですよ。でそしてでもう3ページしかないというギュッていうショートコミュニケーションにもかかわらず、結構しっかりとキャラクター書いてあるんですよ。で僕がキャラクターの中で、あ、すごいなと思ったのは、あのね、エネルギーが書いてあるんです。それから元々の、EPA の摂取量が書いてある。もともと魚どれくらい食べてたとか、もともと EPA どれくらい食べてて、その上に EPA どれくらい食べてたですよね。それからフィッシュ&ベジタブルが書いてある。これなぜですか？これうつに関係する他の栄養素が入っている可能性が高いと当時考えられていたものなんですね、栄養学者やってるわけで、はい、このヒットデジタブルですっていう人は別人でなければですよ、あのすごくいい論文をたくさん書いてあるんです。今どこられるのかわかんない。で、その後は、まあ、あのボディマスインデックスとかディプレッションのマンザイルスコアとか、まあ、当然のことが書いてあるんですね、はい、それから、まあ、これ循環器の、患者さんということでその辺の起用、力が書いてあったりします。じゃあもう逆読みましょう。逆、これ最も効果が大きかったら8-week double blind placebo controlled trial、 かっこいいな、はい、comparing omega-3 PUFAs 9.6g per day with placebo、ね、はい、on the top of the usual treatment in 28 patients with major depressive disorder、はい、これはあのうつ病の患者さんを対象ですね、はい、そして 9.6g 1日あたりの、オメガ3系脂肪酸 を、飲ませたグループとそうでないグループに分けて、そしてダブルブラインドでどっち飲んでも分からないようにして行いましたという研究です、はい、で、論文ではですね、こうなってました。オメガ3ファティアシズにメジャーディプレスディソーダー
あそのままですね。あ、プレリミナリーダブルブラインドプラスイボスコントロールトライアル。プレリミナリーてか、ね、こう予備的なっていう。だから本当この後本当の報告あるのかなと思って探すべきだったんですけど、時間なかったっていうか面倒なんて探しませんでした。それは なぜ面倒だったかというとですね、これを探し出したらですね、誤植だったっていうのが出てきて、うん、でパウメラこれ聞いたんですよ。まずやり方の方ですよね。この論文のリファレンスリスト、あこの論文のこれの一覧の表を見て、この論文を特定し、そこの参考文献番号を探して、でも参考文献で番号を探して、でその文献を探したものをパズルに入れて、打って、出てきたのが、これですよね。で、出てきたら、一番上からちょっと下ぐらいのところに、これが出てて、誤植があったって書いてあったんですよ。で、今度は誤植探しに行ったんですよ。そしたらこれパズルに載ってなかったんです。なので、今度はこのジャーナルに入りまして、直接。これのホームページに入って、このパブリケーションイヤーとボリューム探して、ずっと探してって、173ページ見つけて、で、この文章を写してきたんです。僕、結構予習してるでしょ。うん、こうやってやるんです、一個ずつ。ね、そうしたら、9.6 の間違いは、6.6 の間違いだったって、この9と6が間違ってたらしいんですよ。しかし、すごい重要なところですよね。ねはい、でもまあ真面目に間違ってましたって言ったから偉いね。ねはい、というわけでどうやらですねこれ 6mg っていうのは相当量ですよね。で分かりますかね、はい、ですのでかなり配当数入れていることが分かります。はい、ではこれで結果見てみましょう。はい、こんな感じでした。テーブルいくつかありましたが、ここがちゃんとっていうかね、シーガーが載ってました。こうなってました。どうですか皆さん、まず印象としてどうですか。僕がこの論文パッと見た印象は、言っていい、派手、図で見せるのは派手。皆さんどうする、表が好き、図が好き。派手好みは図で見せるね、地味好みは表で見せるね。で僕は図で見せたいという心がありつつ、表で見せる派。うん、だってさ、これ見どうですか、これ。もう顕著な改善が見えるでしょ。もう見るからに。ね、見るからにね。悪くないよ。ちゃんとエラーバーも入っています。ね、それから、この下、客中にね、きれいに統計がちょっと書いてくれてあるんですよ。だからとても真面目です。だからこれ派手って言うんじゃなくて、すごくきれいに書いてくれる良い例だと僕は読みました。はい、じゃあ左を見てください。はい、やっぱり重視したいのはキャラクタリスティックスですよね。重視したいのはキャラクタリスティックスですよね。はい、これ見てください。僕これ見た時に、人数が少ないとかそういうところの批判ではなくって、この表の作り方を見て、これは良くないなと思いました。さあ、どうですか、良くない。良くないところ。分かるでしょ。ね、こっから下が単位がないことです。全然単位がない。ね、しかもね、明らかに分かるものだけ単位が書いてある。逆だろ、逆って。ね、でね、どうですか皆さん、これ分かる？ここ、EPA。これ大変なし。これ分かんないよね。分かんないというか、分かってあげたくないよね。うん、まあ想像はするけど、専門家として想像はするけど。分けてあげたくないよね。ね。はい。じゃこれ良くないよね。ね。あ、それから、デューレーションもですね、この上のデューレーションの方が多分省略したんだろうと思うんですけど、でも違うな。違うか。分からんな。やっぱ分からんね。ね。はい。でこの RBC って何ですか。でここで打って分かってる人もね、分からないふりするのが科学者なんですよ。うん、ね、いいですか、ね、
だって俺変えてもらわないとひょっとして違うこと考えて困るもんね。ね。はい。ということでやっぱり困る。でね、そこで分かったこと、分かったこと。皆さん、こっちはフルペーパーでした。普通の論文です。で、こっちがショートコミュニケーション、ショートペーパーでした。ね。で、これと、これ見て、どっちがクオリティ高い？やっぱりこれでしょ。ね。これがね、単にこっちやっぱり N 多いんですよ。 N が多いというので、クオリティ上がるんですけど、簡単に組まずに上がるんですけど、それだけではなく、やっぱリポーティングスタイルが丁寧だわ。この3ページの中によく収めたと思う。ね。はい。ということを知ってから、これ見ると面白いね。これ見ると面白いね。そうすると、ちょっと良くないかもしれないけど、この辺り読んでみたらなんかもっといろんなものが見つかりそうで勉強にはなるかなと、ねね、反面教師的に勉強にはなったなというふうに思いますよね。それからもう一個ね、僕思ったのはね、こう思ったんです。あのね、こっちはイーティングフィッシュでしょ。こっち 6.6mg のフィッシュオイルでしょ。そしたらこれ食べてる量が大きく違うじゃないですか。そんなの比べていいのそれって僕思いました。すなわち、どれぐらい EPA、DHA を食べたかという、その量を加味してこのグラフを作るべきじゃないの、うん、とも思いました。ね、はい、これをドースレスポンスと言いまして、量反の関係。ドースレスポンスを加味したメタアナリシスというのが必要になってくる。これがね、栄養学の特徴です。薬学ではあまり重要ではありません。なぜならば薬学ではドースは1個に最初決めてしまうからです。それに対して栄養学はドースが1つに定まらないままでこういうトライアルをやります。なぜかというと毒物ではないからです。そうするとこんなことが起こるわけです。たくさんやって結果が出た場合と少なめで結果が出なかった場合で、僕は今非常にそれで苦境に立たされてるんですよ。たくさん食べて結果が出て、たくさん、あまりたくさん食べなくて結果が出なかったとします。けれども同じクオリティで研究したら、同じ誤差が出る、測定誤差が出るとすると、そうしたらたくさん食べさせたら効果が大きくってとすれば、測定誤差が消えるでしょう。一方で効果が小さいトライアルであったときに測定誤差があったら、その測定誤差が埋もれるでしょう。ということは、いっぱい食べさせたものの方が同じクオリティの同じ質の研究だったら、たくさん食べてたものの方が結果よく出るでしょ。さて、そういう研究論文を引用したら食事摂取率がどうなるんですか。わかるでしょう、ね、これ大事だと思います。そうすると答えは多分こうなります。食べ物は諦めて全部サプリで取れって、皆さんそれどう思いますか。それは食べるのが美味しいとか美味しくないの前に、研究方法の評価の問題なんです。そこにすぐにそんなものは食事ではありません、そういう話言っちゃダメなんです。その前に測定誤差論としてそれは正当評価ではないという。どうでしょう、午前中かけてですね、研究論文の裏を読む話をしてきました。時間が聞いております。あとはいいかな。あとは時間が、パッと見せて4点だけ5秒ずつで、あと時間が午後の演習の時に挟むかもしれません。こんなの4準備しますとだけ言います。はい、これが野菜果物のとオーリコーズモータイティのメタアナリシスです。それからこれがトランス脂肪酸と飽和脂肪酸が LDL、HDL 比に与える影響のメタアナリシスです。これ2つのエクスポージャー、飽和脂肪酸とトランス脂肪酸と比較したところが面白いよね。しかもそれに量が入っているというところで非常に面白い図です。これは非常に盛りだくさんインフォメーション量がすごく多いもので、本当に勉強になります。もう古い論文なんだけど1999年ですよね。はい、それから次、とはいえですね、ガイドラインを作ってきてパーフェクトなレビューなんてないというふうに考えてください。1個書いてみました。一応系統的レビューまだ書いておいて、そしてで、なんか、まあ、文章をまとめようよねっていう、こういうふうにならざるを得ません。これはトータリティーオブエビデンスと言います。エビデンスの全体化。
なるような場合とか、その量が異なる場合っていう時、そんな研究論文がずっと全部あるわけないじゃないですか。ということは、こことここにあったら結ばざるを得ないでしょう。どうやって結びますか。こうやって結ぶのはやっぱりだと思うわけですよ。だからこう結ぶんですよ。そしてまあこう作るわけですよ。でもないわけですよ、本当は。仕方がないよね。文句言うなよ、それ。いう感じね。ね。これまだマシなんだよ。この青がさ、この辺りにあったらどうする。わかるでしょ。ここが緑でさ、ここが青だったらさ、点線こういくわけですよ。ね。大丈夫か、それ。って思うよね。でも仕方がないよね。ね。ね。というふうに作らざるを得ないよね。ね。はい。とすると、どんなのを選ぶかっていうときも、ここをちゃんと見とかなきゃならないんだろう。またキャラクタリスティックに戻ってきましたね。はい、それから、これはね、もう皆さんには言う必要はないので、基本中の基本ですね。疫学研究の知見結果の説明、メカニズムの研究は、疫学研究の説明に用いる。疫学研究の代わりに用いてはいけない。メカニズムの研究と医学研究は車の両輪です。片っぽの場がないからって、もう片っぽ外してこっち移すな。やっぱり片輪になるから。ね。代わりにはなりません。ね。はい、あ、そうそう。こういう三段論法ね。カルシウムは骨の構成要素である。牛乳にはカルシウムが豊富である。ね。だから骨折予防に牛乳を勧める。これって一度も入ってないんだよね。うん、いや、これめちゃやば文章でしょ。ね、めちゃやば文章ですよね。こうやっていくとね、結構ね、好き放題の文章を作れるんです。都合のいいように。あ、こういう演習も面白いよね。嘘の文章をみんなで作ろうっていうね。一見科学っぽく見える嘘の文章を作る作り方講座って面白くないと思うよ。ね、はい。僕それできますよ、こういうの結構。はい。で、それでですね、論文、はい、今日論文読むときにこれ守ってほしいね。あ、測定の信頼度7割、メカニズムの考察3割、ディスカッション考察がこのバランスで書いてある論文はいい論文です。はい、そしてね、順序は順序。順序って秘密とか言ってますから、さっき秘密先に言っちゃいました。順序はね、疫学的考察が先に書いてあって、その後にメカニズムの考察が出てくるものが良いです。なぜかというと、疫学的に破綻している論文をメカニズム的に説明してみんなないからなんです。いわばこちらは必要条件です。こちらは重要条件です。今はね。というわけで、だからこれも理想。疫学的に完璧な研究だけがメカニズムによる考察に耐えるわけですね。でも完璧なのはほとんどないので、まあ、やや完璧とか、結構いいとか、そこそこだとかいうぐらいに許してあげてください。で、これがね、これカルシウムのね、必要量を決めた時のね、水筒実験のメタアナリシス。これすごいんですよ。これ横軸がカルシウムのインテークで、縦軸がカルシウムのアウトプット。尿と糞便、両方とも合計量です。はい、で、トライアルをたくさんやって、すごい大変なトライアルなので、今までのデータいっぱい書き集めてきて、一つの、図に書き直したという、そういうものです。そして Y と X の点が、ここがバランスですよね。を探したということです。そうしたらですね、中国がですね、中国人だけがあったというその中国国内研究をまとめてくれて、で、論文が出ました。これはね、チャイニーズメディカルジャーナルという中国国内誌なんですけど、そこまで読む、はい、こういうふうになってました。そうしたら、これアメリカのメタなんです。これ中国メタなんです。そうするとね、このバランスが取れる点がね、違うって言ってる。これ741でしょ。これね、もうちょっと低いんですよ、これ。どこだったら、どこ書いてあったか。あ、書いてないか。もうちょっと低い。あ、上がったぞ。エスティメイティドリクワイアメント460。随分違いますよね。ね、こっち741で、こうやって460。体力の違いがあるので、当然こっちの方が低くなるんですけど、それ以上に低いよね。というのが、この論文の論点です。でもね、すごくこの論文不思議なんですよ。これね、白いのが男で、塗りつぶされてるのが女なんですよ。って思うよね。ね、どうして男はこんなにばらついて試験ができたのに、女性はワンポイントで食べさせてるのかっていう。
って女性ここしかない、うん、ちょっとここにあるのかな、うん、そしてね一方でね男がねここが非常に少なくってねこんなにあるんですよ。中国人で1,500、1,600の試験です。相当大変だって本当かなと思うんだけど、うん、ね、よくわかりません、はい、興味のある人がまたはあの必要な人はぜひ読んでください。英語でも書いてあるのであの読めます。あ、中国ではございません。水道実験ってやっぱり基本でですね、これタンパク質の水道実験です、はい、まあ、タンパク質は窒素量でありますので、窒素量を決めた食事を食べさせて、そして体外に排泄される窒素量を見て、そのバランスの点を探します、はい、水道実験バランスタディというのは必要量の基本実験ですね。もともと日本であのこういう水道実験を僕はやるべきだと思うんですけども、非常に大変なのでね、なかなかやらないですよ ね、はい、僕も少しやったことはあるんですけど本当に大変でした、はい、で、これ5つぐらいの研究だったのかな。あ、5研究ですね、はい、でこの5つの研究は利用可能かちゃんと他になかったかということをちゃんとレビューをしてまとめた文章をどっかに置いとくべきだなというふうに考えています。誰かやってくれね。あ、神話の話をしたかったんですけど、これもうやめます。はい。入賞権がありません。あ、これ、入賞権がありません。はい。で、終わりですね。で、まあ、どうも、みんなでこれ作りましょうということと、それが終わったら、あの忘年会がありますということで、午前中、あの終了です。はい、14分でしょうか。はい。というわけで。はい、一応取るの。こうすると2グループの差がよくわかる。3グループ以下はですね、これを見ながらですね、複数回から突然考えてください。6から来た。はい。
その対象者、まあ、この場合はもう高齢者と決まってるんですけど、他の論文だとさっきの午前中講義でもあったように、中年から高齢者までかかってるのか、20歳から高齢者までかかってるのかって、その幅が分かんないと思ったので、私のイメージではこうベースライン値のもので幅を見たいなと思って入れたのかなと。代表値はいらないですか？代表値ね、あの基本統計量って意外にたくさんあるよね。ね、うん、つまりこういうふうにこう年齢って書くことは簡単なんだけど、この括弧の中に入れるの結構悩むよね。ね、でこの第4グループになってこれが登場したでしょ。で そこだけやっぱり学習効果出てるんだよね。ね、あの1個書くんだったら幅がいいよねって考えるわけよね。でそれは食事性脂肪みたいな年齢区分ごとに出すものだと平均値よりも幅の方が役に立つんじゃないかって考えてるわけですね。やっぱり目的を考えてどの統計量を使うか考えるべきですよね。はい、他にいかがですか？はい、挑戦位置のところですけども、はい、これは4つ項目が出てるということは、列を調整項目という1つ作るのではなくて、運動、喫煙、飲酒、疾患っていうのを列を感じで複数にするイメージでは、それを複数にした理由って何かあるんですか？一つの列じゃなくて、一つの列をまとめて、はい、調整因子、運動、喫煙、ここの中身にずらっとあるんじゃなくて、今列に、確かに一個にしてもいいのかもしれないですけど、結構ごちゃごちゃするというか、まあ、共通してるものとか、だいたい3つぐらい私も読んだんですけど、大体共通してるのがここら辺なのかなと思ったので、まあ、大きくだいたい関連しているものとかに絞って、まあ、見やすくというか、最後整理しやすくって考えると、項目ある程度いろんな論文を読んだ上で、まあ、絞ってこう列で4つとかこう並べておく方が見やすいのかなっていう。あのね、こう考え方なんだけど、そういうふうにね整理しようというのはね、あのどんどんデジタル化した発想でね、それがデータベース化発想なんだよね。ね、こう書き札資料っていうテキストファイルってさ、ね、でテキストファイルが一番左にあると、一番右はもうこういう表形式でしょ。でそこに10情報が入るわけですね。これがもうデジタルの一番極みでしょ。このどのラインを狙うかだよね。だから調整因子っていう行を作って、ね、交番に書くかって書いて、でこんな風に書くか、ね、でそれともこうしてこうして、で次からアクティビティ、スモーキング、アルコール、ね、でそれでディズニーがあって、さらにディズニーがいくつかに分かれてみたいな、こんな感じなの、イメージ的に、ね、くらいのか。そうするとこんな感じなんだよね。ね、でそれでここにあった、なかったみたいな、ね、でそれも、まあ後で整理するんだったらこうしておくと、あと集計めっちゃ楽でしょ、うん、この調整が入ってた研究は全体いくつってすぐ出るでしょ、ね、これ出ないよね、出ないよね。だから集計考えたらやっぱり こっち型なんだよ、データベース型なんだよ ね、 ね。だけどその時にやっぱりここをちゃんと読んでいる、あのこの入れ間違いが大変ですよね。うん、ね、それに比べるとこっちってなんか補足情報いっぱい書けるじゃないですか、ね、だからあのこっちが悪くてこっちが良いとか逆とかいうことは一概に言えないね、うん、言えないですけれどエクセルとかデータベースとかをもう普通に使っている我々としては、この時代としてはこちら対応型にできたらこちら型に対応にしておいた方があと使い勝手いいよねと、ね、いうことは言えますね。というわけで、できるものだったらこっちにしちゃおう、ね、そのためには全体まず ざっくり読まないといけないよ ね。そしてこの項目、どの項目作るか、ね、3つぐらい読んだんだけど共通項目ありましたっていうのはもうその学習効果、うん、でこれこそがね人工知能の発想なんだよね。逆だったんだけどさ、人間の知能を人工知能化させたんだけど、うん、この見ることによって自分がどんどん賢くなっていくっていうね、いうことですよね、はい、だから最初は多分ね、書き下し分テキストファイルで満足するんですよ。でだんだん不満足になってくるわけですよ。でやっとこっち行くんですよ。インデックス
まりに冷たくてちゃんと分からなくて間違えたら怖いなと思ってまた戻るんですよ。ね、そういうところからどんどんこういうデータベース業務になっているわけですね。はい。あ、じゃあ他に。どんなやつか。はい。解析について書いてないんですけれども、それはいらないでしょうか。解析。はい、対象者をどういうグループに分けて、どういうふうに比較したのかとか。今後、特に話題に上がって、どう見たか、あと、それだと普通に分けるかもしれないので、そういうどうやって分けたかみたいな情報がないと分かりにくいかなっていうのは。最終的に BMI とオルコズモータイの関係を見るんだと、やっぱり最終的に使うのは リザルトになっているわけで ね、そこをどう見せるかというところでは、やはりそういう、ね、BMI どう分けて、でどんなふうになっていくかの見せ方をしたんですかというところの構造も考えないといけないよね。はい、他にいかがですか。大丈夫です。ちょっと時間が過ぎてるんですけどね。はい、だいぶ綺麗にまとまってきたと思います。はい、って言うと、あとの2つだけです。はい、ありがとうございました。共通する項目の考え方、それからそれぞれの分野に特化したもの、でさらには想像に特化したものというふうにレベルがいろいろあります。けれども、これは、食品接種基準の話から、一部始まったことですけど、どうでしょう、今日一日やってみて分かったことは、これを知らずに研究計画を書いてた私が怖いと思いませんでしたか。うん、これをせずに研究計画を書いてた自分が怖い、ね、結局一番怖いのは自分だったという危険人物ですよね。はい、だからこういうことをきちんとやることが自分の研究、でその手を洗うかどうかの研究もちゃんとここまでやらなくなったわけですよ、調べ物を、ね、そして、ね、それからもう一つは、もう一つはやはり現場でこの治療をするか、で ALS の患者さんに何ていうカロリーをお出しするか、ね、それから保育所で手を洗いましょうって言うか否か、ね、でそれもちゃんと科学のベースがあるということですよね。科学のベースがあると自信を持って、ね、患者さんにエネルギー出せます、ね、そして自信を持って保育所に手を洗いましょうって言えます、ね、逆にそれほど効果なければないんだったら、時間がかかるから手を洗うのはやめましょうって言えます、ね、手を洗うことが良いという前提でやってはいけませんよね、うん、手を洗う必要ないかもしれません、ね、あるかもしれません、ね、そこはパークです、ね、はい、そのように、本当にね、ニュートラルな気持ちでエビデンステーブルを作る、一番大切なのは中立的心です。技術ではありません、中立的心です。ね、それを持ってエビデンステーブルを作っていきたいというふうに考えます。で、そして、今日のことを、土台にして、土台にしてというかプロセスとして、冬季会に進めていこうというふうに考えております。はい、それでは、冬季会を含めて事務局からアナウンスをお願いを、します。事務局のメンバーが先導してお店の方までご案内しますので、ちょっと後で事務局の案内係のちょっと手を挙げていただいて、はい、事務局の案内係、だから事務局って片付けするので、あ、そうか、知ってるメンバー、知ってるメンバーが案内係、知らないメンバーがいっぱいになってそれより知らない人は周りに声かけたらいいんですよ、ね、連れてって、連れて行ってってね、そうしてください、はい、一緒に。はい、で、東海が日付がちょっ と、当初お知らせしていた日にちと変わって2月の11日日曜日に今度になりますので、ちょっと土曜日今までなかなか来れないって言った方も3連休の中日になるので少しいらっしゃるということがちょっと難しいなりかな。こんな感じです。そう、日曜日、はい、祝日なので、はい、また前日も翌日も休みです。私はここと同じ教室取れているので同じ場所でやりますので、皆さんに受けられて、また1ヶ月前くらいからご案内します。お願いします。あと来年度の事務局の方も募集をしますので、はい、こういう事務局の一緒にやってくださる方よかったら、夜の方は声かけてどんなことしてるか聞いていただけたら嬉しいなと思います。はい、
はい、どうもありがとうございます。事務局があってことなので、事務局ありがとうございます。お疲れ様でした。楽しい勉強会になったことを思います。はい、それではお疲れ様です。ここで1回終わります。